今のところドイツが一番いいわ。やっぱり全員知ってるチームは強えな。誰か俺と一緒にドイツへユーロ観戦しに行かない？夜はドイツのナイトクラブで現地女をナンパしてハメス・ロドリゲスしようや。歴代最弱と言われたイタリアがユーロでスペインに勝ったことがあったよな。確かコンテが監督だった時。予選リーグ一番のカードだろうな。ナーゲルスマンは食に困らないな。ナーゲル男の隣にいたの見たことあんだけど誰だっけ。イタリア、スペイン、イタリア、フランス、フランス、スペインとか誰でも見たいやろ。スペインがダントツやな。どこもそんなに強くなくね？って感じ。こりゃ次のダブルハイも南米が取りそう。わかる。なんか今のところは強すぎて隙がないみたいなチームはない。スペインとドイツがいい感じ。他の強豪は微妙だけど、トーナメントにコンディション持っていってるのかもね。ネーションズリーグやってるからエアロって盛り上がるのかなって思ってたけど、思いのほか盛り上がってる感じ。そら現地は大盛り上がりよ。ネーションズは知らんけど、予選から前回で戦ってるチームはダメだろ。塩っぽいイングランドとフランスが終盤上げてくるよ。フランスはなんだかんだ上げてくるだろうけど、イングランドはどうかな。無冠のオーケインとかアーノルドの MF 起用とかネタ的には面白いけど、単純に結果だけで見るならドイツ、スペイン、フランス、イングランドだろうな。でも結局グループリーグは塩だろうが勝ち上がればいい。一発勝負のトーナメントは何でも起こりうるからな。ドイツはクローゼの復帰が大きいのかね。すっとことハンガリー相手だと判断ができんな。すっとことかならアジアカップでも予選敗退しそうなくらい弱そうだしな。クローゼじゃなくてクロースやな。クローゼはブンデス2部の監督になったんじゃなかった？一番上手い選手はバレッタだった。今んとこドイツは相手しょぼいから判断困る。